はい、どうも、しこぶです。今日も開封動画を上げていきますけども、今日はこちら、フォルツァモータースポーツ7、これを買いました。さあ、これもずっとね、発売待ってましたね。Xbox One のゲームなんですけど、今日発売で、もう速攻買ってきました。前作のフォルツァモータースポーツ6からだいたい2年経ってますけども、フォルツァってあのこのモータースポーツっていうサーキットゲーと、あとフォルツァホライゾンっていうオープンワールドのレースゲーム2つがあって、こっちはですねサーキットの方なんですけど、その2つをね1年ごとに交互に出してるんで、去年はそのフォルツァホライゾンっていうオープンワールドレースゲームだったんですけど、今年はフォルツァ7ということで、車種700台ですかね、多いな。で、今回からね 4K に対応していると、Xbox One X っていう、ここに書いてあるんですけど、エンハースト Xbox One X っていうのが多分確か11月だっけな、そんぐらいに発売するみたいで、それに最適化されたゲームですね。だまあ普通の Xbox One でも十分綺麗なんですけど、さらに 1X でやるとさらに綺麗だということで、これはちょっと楽しみです。ディスクかっこいいですよ、ポルシェね。でやっぱフォルツァって結構雨のレース最近凝ってる感じで、今回は雨の描写かなり綺麗になってたんで楽しみですね。あのちゃんとあの水たまりに入ったらあのタイヤが取られる、あのハイドロプレーニングとかもしっかり採用されてるんで、レインレースは結構緊張感を持ったレース展開が期待できるんじゃないかなと思います。6の時からもうそのシステムはあるんですけども、多分また磨きがかかってるんじゃないかなと思うんで、非常に楽しみです。で、まあ700車種あるということで、まあもうほんといろんな市販車からもうフォーミュラーカーまで、もうありとあらゆる車があって、ありとあらゆるチャンピオンシップがあるので、楽しみです。もうしっかり1個ずつクリアして、やり込みたいなと思ってます。これはマジで楽しみにしてたんで、これ多分、これが特典かな？ゲーム特典っていうか、追加コンテンツ。多分裏にコードが書いてあるんですね。はい、というわけで、めちゃめちゃ楽しみです。ちょっと、これもなんか動画上げれればね、上げたいなと思います。一応 Xbox でも上げれる機能あるんで、やってみ、ちょっとどうかなっていう模索しながらやれれば、生放送はちょっと厳しいかなと思うんですけど、編集というか繋いだ、クリップ繋いだ動画とか上げれれば上げたいなと思いますんで、期待しててください。はい。というわけで、フォルツァ7の、フォルツァモータースポーツ7の開封でした。ありがとうございました。